はですね、行政計画の処分制という話に移りたいと思います。さて、行政計画の処分制というのは、はい、ありました。行政計画というのは行政立法っぽいのと行政行為っぽいのがあって、それによって分けるって言ったじゃないですか。この話は実はここで出てきます。皆さんも想像つくと思いますが、行政立法っぽいやつは処分制が否定されます。行政行為っぽいやつは処分制が認められます。ちょっと見ていきましょう。まず行政行為っぽいやつからです。104ページ括弧あの事業型と呼ばれているやつ、事業型と私が勝手に名付けているやつですが、でこれはちょっとですね、そもそも思い出してください。どういう話だったっけっていう話なんだけど、教科書ですと83ページ84ページに書いておきました。まずですね、土地区画整理事業です。土地区画整理事業ってどんなのだっけっていうのは教科書の83ページを見てください。事業前はこういうくねくねした状態であったと。まあ上から見てもくねくねしているし、横から見ても立体、非常に地面がデコボコしているところを、整地してですね、非常にまあ、土地の価値を上げようと。そして保留地となった部分を売ろうと。それによって事業費を捻出しようという、あの一連の作業でした。でこのくねくねしている ABCDEF さんの土地を、カクカクしている ABCDEF さんの土地に、そのいわゆる完治処分という手続きで、変えていくわけですね。で、まあ最初にですね、ABCDEF さんというこのカキカキした方の事業後のですね、見取り図を示すわけです。まあいわば青写真ですね。ところがですね、105ページ見てください。かつて土地区画整理事業計画決定では、昭和41年の2月23日の大法廷判決というのがありまして、これ大法廷です。こんな風に言ってます。丸一番、事業計画は土地区画整理事業の青写真に過ぎず、地権者が受ける制限は付随的なものにとどまること。地権者が受ける制限ってどういうことかっていうと、この各また83ページ見ながらこのお話聞いてくださいよ。83ページの図で言うとね、この左側のカクカクしたくねくねした状態が右側のカクカクした状態になるわけじゃない。そうなると左側のくねくねした状態でも、ひとたび土地区画整理事業計画決定が行われると、ABCDEF さんは勝手に家を建てたり、勝手に頑丈な建物を建てたり、すぐ取り壊せる建物ならいいんですよ。あとは、土地を自分の土地だからといって整地したり、人に勝手に売ったりすることっていうのが制限されるようになります。これはだいぶ不便だねって思うかもしれませんが、それはだって土地確定事業やってんですもの。ただ、それは付随的な制限にとどまるということをですね、昭和41年の最高裁大法廷は言っています。そしてもう一つがですね、なんかさっきから僕が言ってることと近いのは、丸二番です。後続する仮勘地の指定や勘地処分の段階で争えば、権利救済の目的は達成できるというしたんです。これどういうことかっていうと、そもそも仮勘地とか、あるいは勘地処分っていうのは、まあ土地区画整理事業の計画決定に基づいて行われるわけでしょ。っていうことは、後で、勘地処分とか、仮勘地とか勘地処分の段階になれば、例えば A さんは A' の土地に移ってくれ、B さんは B' の土地に移ってくれ、C さんは C' の土地に移ってくれというように、それぞれの、まあ、土地の権利、義務関係というものが個別、具体的に決まってくるじゃないですか。そして、この勘地処分の段階というのはまさに行政処分なんで、この段階で、取り消し訴訟を提起することができるというのは争いがないんです。さっきも言ったでしょ、どこかでいつかどこかで争うことはできるんですって。だからこの昭和41年のいわゆる青写真判決と呼ばれるんですが、この判決が言いたかったことは、とにかく土地区画整理事業計画決定の段階ではまだ紛争が成熟していない、権利制限も付随的である、そうでなくてその後の個別具体的に仮勘地とか勘地処分になった段階になってから争えばいいじゃないかと。でその段階でもともとの土地区画整理事業計画の決定が間違ってたんだっていう主張をしなさいよっていう、それで分かったでしょ、さっきの立法となんか似てるんですよ、そういう主張すればよいと言ってたんです。ところがですね、まあ長い年月をかけてこの青写真判決どうも良くないんじゃないかっていう機運が高まってきて、
浜松市遠州鉄道判決における最高裁平成20年9月10日の判決で、この青写真判決変更されました。当然大法廷です。152事件見てください。これはですね、こんなことを言っています。判例100選で言うと、半紙の左側316ページの下の方です。土地区画整理事業の事業計画の決定の報告がされると、完治処分の報告がある日まで施工地区内において土地区画整理事業の施工の障害となる恐れがある土地の形質の変更、もしくは建築物その他の工作物の新築改築もしくは増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず、これに違反したものがある場合には、都道府県知事は当該違反者またはその承継者に対し当該土地の原状回復等を命ずることができ、この命令に違反したものに対しては、刑罰が科されるというふうに言っています。そして施工地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって前期のような規制を伴う土地区画整理事業の手続きに従って完治処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味でその法的地位に直接的な影響が及ぶ生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的経過が公的効果が一般的抽象的なものに過ぎないということはできないとしました。これは極めて注目される判事です。っていうかね、注意してもらいたいのは、土地区画整理事業の仕組み自体は昭和41年の判決の時から変わってないです。基本何も変わってないです。今私が読み上げたようなところも昭和41年から全く変わってないです。つまりね、その権利宣言を及ぶ、勝手にその形質変更とか勝手にすることはできない、勝手にやったら罰則ですよ、完治処分を受けるべき地位に立たされるんですよっていうところは何も変わってない。つまりね、これは最高裁が全く同じ法制度に対する見方を180度変えたってことなんです。昔はこれは付随的な制限に過ぎないって言ってたのが、これはもう個別具体的で直接的な制限であるっていうふうに言ったんです。だから従ってですね、ここでもうこの判決は決まりです。この判決はここでもう判例変更です。が、その後ね、最高裁、なんか、またちょっと面白いこと言ってるんです。2番のところですね。元より完治処分を受けた宅地所有者等や、その前に仮完治の指定を受けた宅地所有者等は、当該完治処分等を対象として取り消し訴訟を提起することができるが、そうなんです。これは青写真判決の頃からそう言ってます。だけど、完治処分がされた段階では、実際上すでに工事等も進捗し、完治計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該完治処分等を取り消した場合には、事業計全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。それゆえ、完治処分等の取り消し訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該完治処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして、事情判決がされる可能性が相当程度あるのであり、完治処分等がされた段階でこれを対象として取り消し訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとは言い難い。そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取り消し訴訟の提起を認めることに合理性があると言うべきである、としています。しかし、これはまたなんだか面白いんですね、最高裁。実効的な権利救済っていうワードをここで出してまいりました。事情判決って何かっていうと、原告の言ってることはもっともなんです。その通り、この処分は違法だったんですってことは、最高裁判所認めつつも、だけどね、もう社会経済上のことを考えて、もうこんなに事業も進捗した段階で全部ひっくり返すのって無理ですよねっていうような時に、事情判決って言って主文で違法であるということを確認して、具体的な請求を棄却する、つまり取り消さないっていう判断を下す、そういう仕組みがあるんです。詳しくは後でやりますけれども、しかしそんな判決をもらったら何が嬉しいんだと思うかもしれませんが、事情判決をもらうとですね、後で原告は別途国家賠償訴訟を提起することになります。で、まあ
学説での、まあ、ほぼ学会ではほぼ通説なんですけど、私もその見解ですが、あの取消訴訟で違法という判断をもらえれば、その規範力で国家賠償訴訟では、損害の発生とか故意過失を立証すれば、あとは損害賠償請求が認められるというふうに普通考えられています。つまり立証が一気に楽になるんです。何が言いたいかというと、もう確かにあの土地区画整理事業計画決定は違法ではあった。しかしもう相当程度事業も進捗して、お宅のところ以外はもう全部かっちり完治処分まで終わっちゃってるんです。ここから元に戻すっていうのはまあ不可能ではないけれども、社会経済上の損失が著しいですよねっていう時は、もう確かに違法ではあったんだが、確かに違法ではあったんで、そこは認めますけれども、決定は取り消さないで、このまま進めましょうっていう、まあそういうですね、なんだかいいのか悪いのかよくわからん仕組みがあるんです。まあその代わりお金で我慢してね、損害賠償で我慢してねっていう、そういう仕組みなんです。で、ここで面白いのはね、まあ、事情判決がされる可能性が相当程度あるということを、その処分性の判定において考慮してるっていう点が、ここではかなり面白いんですね。でもまあ、判例がこの実効的な権利救済というところに踏み出したという点では、なかなか面白い判決と言われています。さて、続いてですね、第2週市街地再開発事業の計画決定については、この決定がですね、最高裁の平成4年11月26日の判決は、この決定が土地収用法上の事業認定と同じ方向感を持ち、決定がなされることで地権者は収用を受けるべき地位に立たされるということを理由に、比較的早い時期から処分性が認められています。で、この土地収用法の事業認定の話はまた後でやりますので、その時詳しく説明をします。なお、105ページの上に書いておきました、都市計画事業認可というのがあります。これはですね、都市計画施設の都市計画決定というのがまず行われた後、都市計画事業の事業認可というのが行われます。そして、この都市計画事業というのは、土地収用法上の収用適格事業とみなされるとともに、都市計画の事業認可というのは、土地収用法上の事業認定と同じ効力を持ちます。したがって、事業認定収用採決という順番で土地収用法の手続きって続いていくんですけれども、まあ後でやります、要請の承継のところで、嫌だっていうぐらいやりますんでね、ちょっと我慢してください。だから、都市計画事業認可がされたら、あと収用採決が行われるっていう関係にあるんですけれども、ともかくこの土地計画の事業認可というのは、土地収用法上の事業認定と同じ効力を持つということで、処分性は問題なく認められます。具体的には後でやります、原告締結のところでやります、小田急線の高架化訴訟なんかで、このことは問題となってまいります。